passo subito. Say again. Hi guys, what story? はい、ということで今日はシンジが言ってくれました。今から、11節ですね、試合です。で、FC ウランバトルとやるんで、まあ本当にここね、勝てばだいぶちょっと抜けるというか、今どこも全上位5チームぐらいがね、並んでるんで、まあ、ここ勝ってちょっと1個頭抜けないなと思います。で、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、日本人の選手が1人、プレーしているので、まあまた日本人対決というか、まあ、そこはね負けないようにやっていこうかなと思います。はい、頑張ってきます。レッツゴー。はい、ということで帰ってきて勝ちました。90分頑張ってくれたシンジ。お前はもう死んでる。お前はもう死んでいるっていう言葉にすぐハマってるらしくて、いやーよかった、勝って本当に。だいぶ久しぶりのバチバチしたゲームで、でまあゴールも決めれてね、めっちゃ興奮しました。いや今日の勝ちは本当にでかいと思います。なのでまあでも、まあ、切り替えながらまた2日空いて試合があるのでね、まあしっかり勝てるようにまた切り替えてやっていきたいなと思います。はい、じゃあまあ詳しくはハイライトの動画の方をご覧ください。じゃあ今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。まあいろいろちょっと試合始まってから、終わってからもか興奮してちょっと見た通りも忘れてたんで、めっちゃ多分短い動画になってると思うんですけど、内容ないというか、まあそこはちょっとご了承くださいということで、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チアーズガーズ、バイバーイ。ゴー。